次のコンシェルジュさんです。今日初めてご登場のコンシェルジュさんですよ。はい、それでは自己紹介からどうぞ。はい、初めて参加させていただきます。最近こうスーツかっちり着てることが多いんですけども、元整備士で、さらにこうゆるキャラが大好きということでですね、ファイナンシャルコーディネーター務めさせていただいております福島と申します。よろしくお願いいたします。はい、初めましてですね。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。整備士さんだったんだね。そうなんですね。最近はもうスーツばっかり着てるんですけども、ね、ずっと整備してやっておりましたので、ね、こういう日なんかはね、だいぶ体に応えますからね。ちょっと触れた方がいいかなと思ってたけど、その、はい、なんかね、ネクタイがね、はい、あ、とっても初めて見たような素材のネクタイなんだけど。ありがとうございます。まあ、ご覧いただいている方しかわからないんですけども。そうね、でも映像で見てる人もいるからね。本当ですか。うん、そうしましたですね、僕ですね、こう音が入ったら分かりません。木のネクタイを普段からしておりまして、これ木のネクタイも実はですね、あの、木の用心みたいだね。ちゃんと理由があるんですよ。木というのは木目ってあるじゃないですか。うん、木目にですね、実は心というのをつけると思いになるんですよ。うん、で、木目というのは人それぞれ違う、ね、木それぞれ違うんですけど、でも心をつけると実はそこに思いがあるって、当てつけなんですけどもね。あ、なんだ、目立ちてばいいやな。ちゃんと理由をつけて。そうなんだね。そうなんですよ。それぐらいでもやっぱりこの重いと思ったものをやっぱり自分の仕事、はい、整備士をやってる時も実は僕も、今お金というものを使ってるんですけども、全部実は違う職業なんですけども一緒だと思っていて、扱うのはやっぱり人の心であって思いであって、はい、その人と人とをどうやってつなぐのかなっていうのが私の使命であるのかなと思っておりますけども。素晴らしいでございますね。はい、ありがとうございます。面白いことキャリアをお持ちでね。そうですね、うん、もうかれこれ社会人になってやっと10年ぐらいになるんですけども、うん、はい、ようやくなんか貫禄あるよね。でもね、そうやって言われるんですよ、よく。はい、まあ、これが逆に売りでもあるので、ね、楽しみですね。ありがとうございます。うん、どんなことを伝えていきましょうかね、これからね。はい、これからですね、私やはりもともとその先ほどから伝えているように、うん、整備士っていうのをやっていた中で、私実はこう入社したのがリーマンショックの本当前の年だったんですよ。うん、あ、大変な時だね。そうなんですよ。2年目で、あの、ね、こう国道を歩けば、ね、どこにもあるようなお店のところに、うん、有名なところにいたんですけども、うん、2年目でやっぱりこうボーナスがなくなるという事実を得て、そ、はい、そこから実はお金のことってちゃんと学ばなきゃいけないなと。はい、ね、世の中に人を叩けば、まあ、どうやったらお金が稼げますよっていうのがあるんですけど、本質的なその守り方とか、じゃあどうやったらそれを、あの、ね、こう守っていくのか、これは誰も教えてくれないんですよね。意外とね。そうなんですよ、ね、ちゃんと正しい情報ってどこで取ればいいのか本当分からない。そうなんですよ。で、それを私もずっと経験してて自分が学んだっていうのがあって、うん、まあ、こういったように一般の目線で見たところでお金の小話とか、まあ、こういったことを知っているとちょっと得する話ですね。うん、先ほどの源さんのリスクマネジメント、これにちょっと相反するものもあるんですけども、うん、そういったことをこれからずっとお伝えできればなと思っております。なんかお得情報とかじゃ聞けちゃうわけ。そうですね、いろんな、あの、ここでは、あの、学校では教えてくれない、うん、本当に大事なお金の小話、こんな感じでいければいいのね。超興味ある。そういうのもね、お金苦手な2人がね、こう絡み合ってるもんだから、はい、もう本当にね、いつもね、家計簿にね、なんだっけ言われるの、あの、出所不明の、あ、使途不明、使途不明金がね、すごく多いって、なんか注意を受けたりもするんです。そうですね、その使途不明金をどう得意していくか、あら、いろんな話がですね、できればなと思うんですけど、それはちょっと耳かっぽじで聞かないといけませんね。よろしくお願いします。なんか福島さんの情報はどんな風にしたら取れますか。あ、そうですね、うん、基本的には私も個人的にもちろん Facebook やっているので、うん、どんどん積極的にコンタクトしてみてほしいですし、うん、一応弊社、あの、はい、あの、会社の方でですね、ホームページも作ってますので、うん、そちらで、情報をブログという形でちょっと更新もしておりますので、あ、いいですね、はい、ご覧いただければなと思っております。うん、なんか本当キャラクターもとても素敵なんでね。ありがとうございます。楽しんでいきましょう。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。福島さんでした。